おはようございます。4月13日朝6時の相場解説になります。今日は火曜日ですね。火曜日ということはうちの大和くんの投稿日でございます。毎週ね2日だけカート金だけ投稿してるんですけどね、やっぱりこう英語圏っていうのを意識すると普段取引してるドル円にもちょっと熱が入るなっていう気持ちなんですけどね。はい、ちょっと余計なこと申し上げました。じゃあ相場解説の方に参ります。ちょっと画面を切り替えてご覧いただきますね。まずデイリーなんですけども、ずっと上がってきて高値圏に来るとここからね値下がりといいますか反発して下がる傾向にあるんですね。まあ、それが今現実化してきました。ずっと下げが出てますよね。線引きましょうか。これにぐーっと上がってきたのはいいんですけども、高値圏に来るとどうしてもねやっぱりこう16っていうのかな、上がると下がるというね単純な動きですけども、それが見て取れるんですよ。ただこの下がりなんですけども、押し目にしてさらに上がるのか、それともこれをきっかけにずっと下がってしまうのか、これを見極めなきゃなりませんよね。で、前回お話したのが軽いヘッド&ショルダーになってるんじゃないかなってことですね。まだ分かりませんけどね、こういう風になっていくとしたらヘッド&ショルダーが完成してネックラインを割って下の方に行く、力点がここにあってここにあるということなんで、2度止まる点があるんですけども、これを突き破れば下の方まで行ってしまうのかなってことですね。はい、それではね4時間見てみましょうか。ちょっとね下がってるところなんですよね、4時間も、でこう上がってきたところのこことここの角がちょっとね似てるんですよね。まあ、左右対称とは言わないんですけども、ここが、雑に書くとこんな感じですよね。こっから上昇するような機運は見えないなという形ですね、私が思うに。一旦下がるんじゃないですかね。1時間の方でエントリーしていくんで、1時間を見てみますけども、はい。やっぱりね、売りに入るんじゃないかなと思うんですよ。昨日の夜ね、ちょっと相場解説しましたけども、深夜1時ぐらいに。ここを割っていって、ここを割ってね、下の方に行って、これがね、あれ。これが下の方に行って、で、横ばいから、またね、下の方に移動しました。で、上がってきたのは、こことちょっと似てるんですよね。で、またね、下がりつつあって、今見てるのはこのネックラインを割るかどうかってところがちょっと注目ポイントなんですよ。で、昨日の深夜ね、今日かだから5時間ほど前にお話した時には下がり始めていたんですよ。で、それが今ここまで来てるってことですね。やっぱりセルの流れにはなっていたわけです。1時間は全体的にセルの流れが来てますからね。で、エントリーポイントは私的にはここですよね。ここを超えるかどうかです。もし反発するようでしたら、倍で入って、ここまで伸ばすように取っていこうかなと思います。倍で入る場合はね。で、セルの場合は、ここを突き破って下にいたときに、セルで向かって、これはですね、4時間をもう一回見てみましょうか。セルはどこまで行くかってことなんですけども、ここね。セルで行く場合は、109円の00、109円を割るかどうかってところまではね、見ていけばいいんじゃないかなと思います。その次はここです。やっぱり、108円の505か。だから109円を割るかどうかってところで、一旦、蹴りがつくのと、あとはそうですね、108円ですね。109円の、250あたりでセルでエントリーして、あまりたくさんは取れないんですけども、109円を割って108円台に入るところまででエグジットしましょうかね。そこに標的を絞って、要するにここを取るって感じです。赤で書きますよ。ここを取ろうかなってところですね。この距離を。このぐらいの距離ですね。そういうふうに考えながら、あと2、3時間見ていきましょう。はい、方向性は大体決まりましたね。セルの方向で、今回はちょっとね、瞬間的なセルですね。1時間の座標だけ見て、セルで取ります。全体的には、
倍の流れに戻った時にもう一回倍でエントリーしたいかなってところですね。ちょっとややこしい説明になりましたけども、まあ、当面はセルを待ち構えているというところです。これ午前中に分かりますもん、はい、エントリーするようだったら午前中にエントリーしてセルの方でね、もしセルの方に伸びきらないようだったら今日もエントリーはありません。以上です。